の実際間違って入ってこられるお客さんがいっぱいいて、観光バスがあの外国人の方が来ちゃったりとか、そういうことはあるんですけど、例えば、放牧地を作るとき、まず柵を囲う段階で木を植えるスペースだとか、その周りの芝を植えるスペース、芝を刈るための機械が入るスペースっていうのを全部考えて、馬がどういうふうに動くかとか地形のことも考えるんですけど、そういうことを総合的に考えて放牧地一つ柵を囲うのでもあの作るわけですね。とにかく馬のためになるように物事を考えなさいと。第一印象ね、怖いっていうのはもちろん皆様が分かってるように、こう本当サラブレッド一筋っていうかね、もう常に馬のことしか考えてないのかなっていうぐらい。でもやっぱり実際扱うのは人なんでね、従業員たちのことはよく分かるようにしてますね。みんなにアンパン配ったりね、従業員にね、まあ食べろやとか、言い方をするだけ仕事に厳しくて、やっぱり人には優しいっていうのはもちろんありますよね。うん、ノーザンテイストですかね、はい、こう馬に対して注力できるようになったのはやっぱりノーザンテイストという馬があの入ってきて、まあ、それを成功させてからということなので、まあ、大きな礎ですよね。もう僕にとってはもうこう本当すごいもう誇り高き種馬というかね、世界にだんだん通用する馬が出てきたっていうのがありますよね。だからこう視野がどんどん海外に向けていったっていうね、まあそれがサンデーサイレンスとかにつながっていくわけですね。嘘つかないです、生き物です。やっぱりそうやって信じてやるってことですね。結果が出ただけものすごい嬉しいです。石じゃないですね、こう磨けば磨くほど光るっていうか、だから大切にしてる。あの常にその最前線を走る牧場でいたいっていうことと、毎年毎年新しい馬が生まれるし、競馬業界がある限り永遠に続いていくものだと思ってるんで、どんどん新しいことをやって、あのどん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 次のこととのために前のことはやめたらいいと。